キリストイエス様、この礼拝の朝をありがとうございます。私たちは命この地に満ちよ、主よ、なれの永遠の命に、なれの愛この地に満ちよ、光この地に満ちよと祈り賛美しました。あなたはこの祈りを、この賛美を私たちにくださいました。あなたの命に生きる喜びを、あなたの愛に愛される喜びを、あなたの光の中に生きる喜びを与えるためでした。あなたが願ってくださることは、この地に、この身になることであると信じています。祈るのは私たちですが、まずあなたの祈りがあって、私たちはその祈りの心に一つと祈ります。あなたの願いがその祈りを通してなると信じるからです。そしてあなたは賛美を私たちに、この群れに託してくださいました。私たちはこの賛美をもってあなたの願いに応えたいと願っています。あなたが御子をこの地に送ってくださった願いが、十字架を備えてくださった願いがなりますようにと私たちは祈ります。賛美が、そしてこの礼拝があなたの願いを
なすものとなりますように。これからの時をあなたの御手に委ね、主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。この101の祈りの87番からしたんですが、この101の祈りはこの私たちが祈るんですけれど、そして祈るというのは一人一人が神に向かって祈るんですけれども、まず神様の祈りが、願いがあって、私たちはそれに心を一つにする、その祈りをしているっていうような気がするんですね。でもちろんお願い事やいろんなことあるんですよ、個人的なね。でもなんかそれも神の祈りがあって、私たちはその祈りをすることによってその願いがなるのではないかと思うようになりました。もうこれが一番最初に思ったのは、もう何年も前、広島に初めて行った時でした。そして2回目に行った時に、この窓からね、主が祈ってくださっているって、もう原子爆弾が落とされてからもう何年も経っていた時ですよね。でも主が祈っておられる祈りがあるという響きが聞こえてきて、主が祈ってくださってるんだって、その祈りがあるから私たちも祈ることができるんだって、そう思ったものでした。そしてその祈りができるのは十字架があるからなんですよね。先に十字架の栄誉を賛美したいと思います。十字架の栄の祈りは、この主よ我に祈らせたまえ、主よ慣れの終われし重荷に、なんかまず自分の方からあなたの重荷を負わせてください、主よ慣れの終われし重荷に、こんなこと言わなくってもね、もう私の重荷を取ってください、癒してくださいって祈れば簡単なのに、ここでは主よってあなたの重荷を負わせてくださいって、なんかそんな風に祈ります。主はもちろんそんな風に祈らなくったって重荷を取ってくださったんですよ、もう十字架でなったんだもん。でもなんか私たちはその十字架の心に、主のね心になんか祈りを合わせます。私はもうそれがまた最も早くこの祈りがねなっていくことだと思っています。行きましょう。
々に祈らせたまえ。この言葉を本当に私たちが祈ってると思ってたんですけど、今ここでこうみんなと歌い始めた時に、なんかもう私は主の声かと思いましたけれど、広島で聞いた時と同じ声だったけど、我に祈らせたまえって主も同じように祈ってくださってるんだって、なんかそんな声思いが来て胸が詰まってしまいました。私たちの主にのために主の方こそ祈らせたまえ、負わせたまえと祈ってくださっている。十字架とはそんなにまで深い愛のものですよね。おとつい、昨日の朝でしたかね、祈ってたんですね。朝目が覚めた時に何かこの夢を見ていたような気がして、何かこの101の祈りや今日歌うイエスの祈り、シエスの祈り、ジーザスプレイヤーとか神よ平和とか、なんかこれと関わりがあるんだろうと思って、私はこうじっと歌詞をね開いて読んでたんですね。賛美してなくてもこう読んでいるだけでなんかやっぱり神様の願いが迫ってくる。で、ああやっぱり夢を見てたんだって、夢のことを思い出しました。大きな大きなね、超巨大なね、風船のようなこのまん丸い、でもちょっと柔らかいんですけど、まん丸い球体が見えて、あ、以前もこれをコンサートの時に見たことがあるって、その中にたくさんの人がいて、私はキリストの体だとその時は思ったんですね。で、今回はもうその外側が見えただけで、中に人も何の姿も見えなかったけれど、そのなんかおそらくこれがこの、ね、礼拝、いや、まあ、体だと思ったんですよね。ところがよく見てると、ところどころね、プシュってね、穴が開くとね、そこからねこう炎が見えるんですよね。で、またこっちの丸い下の方からプシュって言ってね、そしてこれなんだろうって、そしたら私はちょうど祈りのことを考えてたんですよね。もうたくさんの祈り、私はこの祈りというのは一旦祈ったら神様に届き、そして消えることはないと、もう耳には聞こえませんよ、しかし祈られたものは必ず残ってるんだと。だからもう過去から何億何百億と、もっとすごい人たちの祈りがね、この風船のような大きな球体の中にいっぱい詰まってるんだろうと思ったんですよね。で、それを受け止めることができるほどのものがあるんだと思ったんです。ところがその次に思ったのが、じゃあね、この脅威賛美したようにね、光満ちよとか命満ちよとか、そういう光の祈りばっかりではなくて、この闇の祈りみたいな、闇の祈りと言わないけど呪いかもしれない、そういうものもありますよね。あるいは痛みや悲しみのあまりにしてしまった、ちょっと聞きたくないような祈り、そんな祈りも消えないであるとしたら、それらはどうなるんだろうって思ったんですね。もうそしたら思った途端でしたよ、十字架があるだろうって聞こえた。あ、そっかって、この神様の願いがなる、光や愛が満ちる、そういうことは残っても、このそれに反するようなもの、傷つけるようなもの、痛めるようなものは十字架が消去してくれる。でもまだまだこの消去しきれないほど多い時、あるいは激しい時にプシュッとね、怒りとか呪いとかがね、プシュッとこの地上にかどこかに出てきて、戦争となるんじゃないか、争い事となるんじゃないか、あるいはひどい事故になるんじゃないかとね、これは私の想像ですよと思いました。でも十字架がある、十字架があるということは、十字架によって与えられた賛美が私たちにはありますよね。賛美の響きが
私たちが賛美を続けるなら、その響きがその呪いを、闇の祈りを、怒りを癒し、賛美と変えていくと信じたんです。でなんか私たちに神様が賛美を託されている願いっていうのはね、なんかそんなに大きなものじゃないかと思ったんです。本当よくね、たかが歌ってるだけでとかね、賛美で全てが完成するとか言って昔はよく批判されましたけれども、賛美は神の力です。そして愛であり、私は神の祈りでもあると思っています。だから祈りの言葉が賛美となったらね、もうダブルの、ね、力が働くと信じています。でその同じ日だったんですね。礼拝が、ね、近いから御言葉ありますかって聞かれたんですよね。こう礼拝の時にここに写す御言葉をスタッフがあらかじめこう印刷してくれるから、御言葉ありますかって言われて、あまだもうそこまでも準備できてない、今ね解き明かし年表をね、もう朝から晩まで、ね、もう本当に忙しくやっていて、ちょっと夕方に1時間釣りに行くのが休憩ぐらいで、もう本当に忙しいんです。それでもうね、この祈りがあるからね、祈りだけでいいと思ってるからまだよって言って、ちょっと待っててとか言って、でもやっぱりこの礼拝に来てね、その礼拝の中でたった一つの御言葉だけでもいいから持って帰りたいっていう方がねおられるというのはもう感じたんですよね。それでしようって、もう祈り始めたら瞬間でした、湧き上がってきたのがイザヤ53章の5節でした。ここに写してもらいます。この特に最後の方でした。彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしみを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。この十字架があるから祈ることができる。101の祈りもジーザスプレイヤーも、そして神よ平和も、キリエレイソンもですよ、みんなここから来てると思いました。十字架があるということは本当にいろんな意味においてすっごいことなんですよね。実は私は白い鳩で神に出会ってからもう一番心惹かれたのが祈りの世界だったんですね。主に出会う前だってちょっと近くにあるお地蔵さんだとか神社とかいろんなものにお願い事をしてたんですよ。まあ、祈ることもしてた。だけれどもこの白い鳩の後誰に向かって祈るのかということを知った時、もう祈りはねすっかり違うものであることが分かりました。この願い事をするというのはあるんですよ、もちろん。でもこの誰に祈るかって、主に向かって祈るんですけど、この主の御名をね知ったということは、この祈りが実は一方通行ではないことを知ったんですよね。もう主よイエス・キリスト様って、もうそこの名も出せなくても主よだけでももうそこには神と私の祈りの世界がある。だからお願い事はするんだけれども、神様の願っておられること、私はもう神様の心って呼んでますけど、それとこう一つになるときに、もう実は願いは聞かれてるんだって、これは後で分かったことですけれども、なぜかこの主の御名によって祈るときに、あ、主はおられる、主は答えてくださる、いや答えてくださってるんだってな思いが来るんですね。で主に出会った白い鳩の後っていうのは、もうまだまだイエス・キリストだけが神なのかとか、私はもうすごい知性で戦ってた時期ですから、もうそんなにこの
純粋にこの信じてますという時ではなかったので、信じたいとは思ってたと思いますけど、そんな頃だったんですよ。なのに主の御名によって祈ると、なんか主がねここにおられて語ってくださってる、もうおられるということは答えであるような、なんかその不思議な世界に入りました。もうその時から祈りというのは、神がまず祈ってくださる祈りがあって、その祈りに心を合わせることなんだと思うようになったんですね。でももちろん相手は神ですから、どんな祈りをしてもいいんですよ。でここの祈りはね、この祈りは今ね必要ない祈りだというような時とか、あるいはどんな理由があるかわからないけど願い通りのことが答えられないということもありますよね。でも答えられないところに神様の願いがあるというふうに信じることができるということなんです。そしてその十字架がある、この祈りは、まあ、賛美もですがここから来てるということ、あそして感謝も来てるんですよね。そして101の祈りを、次は、まあ、B を歌うんですけれども、その時にもう一つこの御言葉があります。マルコ11章の24節これはちょっと前から続いてますが、まずここね、あなた方に言うが、何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい、そうすればその通りになるであろう。やっぱりこの山に向かって動くの上の方も入れてください。イチジクが枯れた後に主が言われたところです。神を信じなさい、よく聞いておくがよい、誰でもこの山に動き出して海の中に入れといい、その言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるならその通りになるであろう。そして今のがその次です。そこであなた方に言うが、何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい、そうすればその通りになるであろう。なんかこの伊田先生は神の信仰を持てとかね言われますよね。この 山をも動かせるほどのね信仰はね私にはないわって、そんな自信はないわっていう人もおられるでしょう。でも本当は神様はその信仰を与えてくださってるんですよ。人が知性や自分 の理性考えるからそんな信じられないっていうけれども、神様は本当はすでにその信仰をね与えてくださってるんですけど、まあよくわかんない、そこまではないと思う人に、私はこの神様がジーザスプレイヤーとか101の祈りをね与えてくださったと思ってるんです。感謝もそうですよね。もう信じられないなら感謝って、もうこんなん本当に神様に申し訳ないけど信じたくないなら感謝って、もうどんな感謝も感謝としているうちに最終的にはもう十字架の感謝に至るということを私は信じるからです。いや神の側が信じてくださってると思います。同じように101の祈りもこれをねずっと歌っているだけで、この中に私の願いはないという人もですよ、自分の願っていることは神様が祈っておられる祈りに一つになるなら、神様が願っておられることに心が一つになるなら、結局賛美してるっていうのはそういうことでしょ。賛美しているとあなたの個人的なもう祈りもね叶えられる、それを信じています。なんかちょっと美へ行く前にね101の祈りのことをちょっと話したくなりました。今回荒野聖経にはいろんな証があったんですけど、この101の祈りというのは、
とリトリートでも言いましたが、癒し礼拝の前々日ぐらいに与えられたんですね。だからもうリトリートやこの癒し礼拝で歌うのはもう困るって言ってね、係は言ってたのに、でもまあ思い出したその係はね、もう本当にこんなやれなんて言ってって言ってね、怒ってたんですよ。だけどやってくれました。そしたらピーター先生がね、そらそうだよって言ってね、なんか忘れちゃった、やりたいんだよみたいなこと言われたら、ピーター先生の首絞めるぞって言ってね、担当者が言ったのを急に思い出して、いやそんなことはどうでもいいんですけど、このできたんですよね。だからおそらくリトリート、1000人の礼拝の中で祈ってほしいんだと私は思いました。でその101の祈りはリトリートが終わってからみんなに待たれていると思って、楽譜講師をしてくれた人がいます。緒方恵子さんでした。彼女がね書いてるんです。もうリトリートでも手書きの楽譜しかね間に合わなかったって、でもリトリートが終わってからみんな待ってるだろうと思って、手書きの楽譜からコンピューターの方に入れていったんですね。そしたら手書きの楽譜の音符がまるで生きているもののように浮き上がってきて、美しいハモリのメロディーが響いてきました。これまでたくさんの楽譜を作ってきたけど初めてのことでした。すると疲れていた体が癒され、もうその疲れそのものが消えてしまったそうです。そしてお腹の底から力が、喜びとしか言いようのない力が湧き上がってきたそうです。そしてね、彼女は最後に書いてました。賛美の一音は主が十字架で流してくださった血潮の一滴、一滴なんだって。楽譜を作る喜びは神様にまみえる喜びでしたって書いてありました。楽譜を、ね、作る喜びもあるし、またそれを歌う喜びもあるし、見る喜びもあるんですよね。みんなこの十字架が鳴っているから、その愛が、ね、伝わってくるんだと思います。まあ、よく話したことがありますけど、101の101の祈りを私はかつて、もう昔の101の祈りの時でしたけれども、こう一枚のこんな大きな紙に101全部を印刷したものを誰か作ってくださったことがあったんですよね。でも私はいつもこうその一部分だけを、1だけとか、もうテーマごとにいっぱい分かれているから1だけとか5だけとか、そんな風に言ってたんですけど、ある時もう本当に何が原因か分からないんですけどね、もうものすごく心が痛んだんだと思うんですよね。1から101まで全部歌ったことがあったんですよね。もうそれもたった1回だけで全曲を全部歌った。そしたらその歌い終わった時に、もう自分の痛みがなくなって、もう体が軽くなってね、もうその変化ね、変化のこのクリアさにもうびっくり仰天したことがあったんですよね。だからね、もうこうどうしていいか分かんない、こうどう祈っていいか分かんない、もうどうしていいか分かんない、そういう時に101の祈りをね、一回この最後までやってみたらね、どんなことが起こるか、だって神様の祈りの心と一つとされるんでしょ。何も起こらないはずがないもの、そんな経験がありました。で今日はね、このがんの癒しを話したいとなぜかずっと思ってきました。まず3つあるんですね。まず昨日賛美練習担当した田中千恵子さんです。もうね、ここに少し文は書いてありますけれども、もう端折って言いますね。がんになったら死ぬ、がんイコール死と思っていた私を乳がんという病が襲いました。それもすぐに手術しないと命の保証はないというドクターの宣告でした。もう乳がんに違いないと聞いただけで、一瞬にして死の恐怖に、希望のない世界に飲み込まれてしまいました。そんな私に大丈夫大丈夫という声が聞こえた。
そして、そこでその瞬間、神の静けさが大丈夫という安心感が私を包み込んでしまいました。この時私はとても不思議な感覚に襲われていました。聞こえてきたのは確かに細い静かな声でしたが、単なる言葉ではない、何か存在を思わせるものがありました。その存在ある方を探し求めて子羊の群れに導かれたのです。なんか19年も前だそうです。そして子羊の群れに来て、詳しくは分からないんですけど、また書いてくださるそうです。がんは消えてしまった。そしてなんかまた戻ってきたけれども、また大丈夫で消えたんですよね。あ、そこにいます。そんな話です。そしてこの彼女がここで言いたかったのはここからなんですよ。イエス・キリストの御名を信じてから不思議なことが起こりました。それは礼拝の中でイザヤ53章の賛美がされた時、初めて聞く賛美なのに懐かしさを感じました。聞いたことあるなと思っていると、大丈夫大丈夫という声が聞こえてきた時のことが迫って、その声の奥に、背後にです、響いていた響きだと分かりましたって。なんかこの大丈夫大丈夫というね、時に響きが、イザヤ53章の響きがね、聞こえていたって。この私はこの主が語ってくださる言葉の裏にも、ね、癒してください祈る、私たちの祈る側の方にもからも、その背後にこのイザヤ53章の響きであったり、こう十字架がねなったよというね、十字架の勝利宣言の響きがね、実は響いているんだと思っています。で、おそらくさらにですけどね、天の人たちもね、そこできっと祈り賛美してくださってたんだと私は思います。で、昨日千恵子さんは賛美練習の時に言ったんですよね。神はね、すべてを知っておられるから、一つ一つね、もう癒してくださいと言わなくていいんだって。神の祈りに心を一つにした時、もうすでに聞いてくださっていることを分かるからって言ったよね。なんかこれがね、この今日のね、この祈り、神の祈りなんですけど、あ、ここに願いがあるなとか思いました。でももちろんね、あれしてください、これしてくださいって、もうね、しつこいくらいにもう祈りまくってもいいんですよ。もう神様はね、うるさいな、聞いてるよって、もうでもそこまで言うんだから聞いてあげようっていう時もあるし、ね、まあもう私を信じなさいってね、もう言われる時もあるし、もうその時々にこうしたいと、いや神はこう祈ることを願っておられるようだというとことをね、祈ってくださいね。彼女はね、命の実態の中に入れられているなんて言ってました。これはこの私はこう永遠の命に生かされている喜びや安心感があるということかなとか思いました。で、2人目は木島葉月さん。彼女は今年です、今年の4月がんの告知を受けました。死が今すぐやってくるわけではないけど、先が見えず怖くなりました。息子を置いて死ねない、生きなければならない。しかしどんなに頑張っても、私の寿命を決めることはできません。自分の限界と対峙させられ、死を超える信仰も勇気も自分にはないと知りました。普通そうですよね。死を超える信仰も勇気も自分にはないと知りました。そして息子のためにという思いがかえって自分をも苦しめていた。そう気づかされてからは、御言葉や毎週の礼拝で必要なことを主が語ってくださり、手術を受ける決断に至りました。そして手術が終わって安堵していると、今度は想定外の大出血が起こって、このままでは命が危ない、
カテーテル手術をすぐに受けなくちゃいけないって3時間もかかって手術を受けたそうです。もう2度の手術で疲労困憊、もうここにはね、まるで死神とイエス様で私を引っ張り合っているような状態だったって書かれています。一番きつい時ね、その一番きつい時ですよ。ああもうダメかもしれない、息子にも会えないと思った瞬間、礼拝という思いが飛び込んできました。私は礼拝に呼ばれた、この30年間礼拝の中で守られてきた、私が礼拝を続けてきたことを主が喜ばれた、たとえ肉体はなくなって息子に会えなくなっても私の愛も祈りも永遠に息子に注がれ続ける、そして私の愛以上の大きな愛が息子に、全ての人に注がれている、彼もこの礼拝に呼ばれたのかだから大丈夫。イエス様が永遠に至るまで必ず守ってくださるという確信が来ましたと書かれています。もうこのダメかと言った時に、この礼拝がね、礼拝のことを神様が思い起こさせてくださった、その息子のことがもう本当は一番心配なんですよ。でもこの息子も礼拝に呼ばれてるんだって、やっぱり、ね、これがこう神様がね与えてくださった思いであり、なんか神様の願いなんでしょう。でもね、面白いのはまたその後なんです。実はこのもうダメだって言った時ですよね。だけど彼女は、ね、言いましたよね。あ、そうだったそうだった、もう強い確信が来た後ね、私の人生のすべてをありがとうございましたと心から祈ることができたって。しかしこのもう一度、その面白いことはここからです。ああ、これで死んでもいい、何も後悔はありませんと ICU で思った瞬間のことでした。ちょっと待って、うなぎが食べたい本人は書いてるんですよ。自分でもびっくりでした。自分の病室に戻り、思いを食べるにも1時間かかるほど食が進まないのに、なんでうなぎが食べたいのと不思議でした。するとその翌日のランチメニュー、五目寿司の中に小さく切ったうなぎが入っていました思わず老眼鏡で本当にうなぎなのか見てしまいましたで、イエス様がうなぎの祈りを聞かれた、料理人だった主人が私に用意してくれた、一緒に回復を祈ってくれてる、そう思ったら嬉しくて急に食事ができるようになりました。そしてね、うなぎで気を良くした私は思わずノートに退院して食べたいものをいくつか書きました。なんとそれが4食続けて与えられましたって。こんなアホな祈りまで主は聞いてくださった。その喜びが圧倒して食は進み、一気に私の数値は良くなり、退院日も即決決まりましたと書かれています。地球の癒しをなす方、平和をね、本物の平和をもたらしてくださる方が、私の悔いを聞かれ、生きる力を与えられた、それほどまでして礼拝する喜びに生きようと主が願ってくださったと、感謝感謝感謝ですって書かれています。この礼拝があるということ、これはね、体があるということでもありますよね。だからもうそこには料理人もいるし、天に帰られたご主人もおられるし、もっと他にも料理人もいるし、もうみんなもう助けたい願ってるんですよね。で、私はね、地上の私たちがそれを信じるときは、もう天の人たちの力もね、助けもね、もう何倍にもなってくると思ってるんで、知らなくても信じてなくても天の助けは来てますよ。私はそれを今まで何度も見てきました。でも信じるなら喜びを持って天の人たちも助けてください。そしてアホな祈りですけどね、もう私も今解き明かし年表を作って構成してますから、もうよくわからない、アホな祈りばっかりしてるんですよ。本当にこんなアホな祈りって、またいつかね話しますけど、でも神様はこんな食べ物やね、なんてアホな祈りもね聞かれる。一人主に向かってこの祈りの世界を主と共にするということは、アホな祈りもね、食べ物のことも、もっと大きなこともね、神様、聞かれる神様にとってはやっぱり同じだと思うんですよね。
私たちはそんなアホな祈りを聞いてくださる神様だから大きな平和や、ね、地球の癒しをね知ってくださらないはずがないと思っています。事実その通りです。でも私はこの一人の人のこの祈る心、それを見られる主は、ね、私たちのそのね地球をも癒してほしい、平和が欲しいと願う願いを同じように聞かれる、同じようにやっぱり命がけなんだと実は思っています。そして3人目、これはえらく昔です、時計隠し年表をしていて見つけました。ああこんなことがあったんだと思った。2004年、今から13年前です。リトリートの始まる時に私は一通の証をもらったんですね。その証に書かれていたことです。四日市の山田富江さんという方です。2004年ですよ。今年の初め、弟が肺小細胞がんで天に召されました。子供の頃からとても仲の良い姉妹師弟でした。弟の死は私の体の大部分をもぎ取られたほどの悲しみでした。ちょっと短くしてます。私はその弟の死を見て、この両手の拳をイエス様の胸に打ちつけ号泣していました。あなたはあんなに呼び求めている弟をほったらかしにしてどこに行ったのって。一番最初弟さんががんになってメールを送ってこられた時にはね、主は共におられてね、共におられるから癒されるからって言っておられたんですけれども、一番苦しい時に弟さんはね、もうこれだけ叫んでも主は私と共にいませぬとメールを送ってこられたそうです。私はこの13年前のこの証は忘れていましたけれど、あって山田富江さんって言った時にね、あ、主は共にいませりの人だって、主は共にいませりということだけはね、この残ってたんです。ところが実際は弟さんは主はいませぬとメールだったんですね。でも主はおられるのよって言ったら、もう目は見えないのに読めなかったんですけどね、分かったよというメールを送ってこられて、最後はなんと一言キリエエレイソンが最後のメールになったんだそうです。そしてもうその死にね、彼女は号泣し、イエス様にそんな風に格子を打ちつけた。その時イエス様は無言でした。ただ温かいイエス様の息遣いを感じて泣くばかりでした。なんかこう抱きしめてくださったんです。すると私のがんが告知されました。同じがんだったんですね。肺がんの一つです。しばらくしてこの意味が分かりませんでした。祈り考えまた祈り、こんな日がしばらく続きましたが、神はこの悲しみから救い上げるためにがんを与えられた、がんによって天に引き上げ弟と再会させてくださろうとなさっていると思いました。肺がんは神様の大きな恵みだと気づきましたと書かれています。その次の祈りがねやっぱすごいんですよ。私はこのがんが癒されるのではなく、このがんによってこんなにも深い大きな神の愛をもっともっと喜ぶものでありたいと祈りました。神様はね、言わなくても何を願っているか、何が願いなのかはね、分かっておられますよね。で、山田富江さんはそのように祈られました。で、とっても深い安らぎの中、神の平安を感謝しました。弟に会える喜びは火を追って大きくなっていきました。ところがなんです、がんが消えてしまいました。
そして主から声を聞かれます。弟には必ず会えるんだよ、急ぐな。お前はこの地にあって賛美を流すものであれ、大勢の迷っている羊たちの光となれ。私はもうこれを見た時にね、ああ天に使わされることも、地にいる残されている地に使わされていることも、本当に共に神様の願いであって、神のね仕事がね託されているんだと思いました。私は弟さんが天に使わされ働いてくださっていると信じていますが、天と地が一つとされて神様の願いは早くなると信じるんですね。だからいつかリトリートだったか、ツインの双子さんの話をして、一人の人は天に帰ってしまった、ね、姉は天に帰ったけど、お前は地にあってで賛美をせよってすると、その賛美は天に行き、そして地に流れる。なんかそんな声を聞いたとその人も言いました。もちろん私たちがこのただここで礼拝し賛美しているのも、もちろん天には届くし神様の願いを成しますけれども、それはおそらくですけどね、 天の賛美も、天の人たちの賛美が一つとなって神様の願いがなっていくんだと思ってるんです。で賛美で全てが完成する、これはもう礼拝で全てが完成するということを神様は語られたのは、なんかこの天と地が一つとされる神様のご計画の地にね、それがなるということまで語られていたと、最近思っています。なんか天と地が一つになってしかできない働きがあるって、でもそれはね、この地にいるものが天も共に働くんだって、天と地が一つとされて働くということを信じるときですよね。だからその信仰にあって私は礼拝で神様の願いはなると、この山田富江さんは現在86歳お元気です。もうそれは務めを託されているから、ね、もう賛美を、ね、流せって言われていますけども、それはだからガン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 賛美したりね、あっちへ行ってこっちへ行ったとか、そんなんではないんですよ。もう私はもう富江さんの存在そのものが賛美で、この方が生きておられる、もう主に祈っておられる、いや賛美をしておられる、それだけでこの賛美はね、もう四日市だけではなくて全地に、まあ、むしろもう全宇宙にでもね流れていると信じています。一人であって一人ではないんですよね、私たち一人であって一人ではない、目に見えない人たちもいっぱい共にいます、ね、体なんですからね。それが宇宙礼拝です。それでは101の祈りの B をします。今度は主に答えんという方です。Thank you.
の位置の祈りもここに来るとなんかこう主との本当に深い語らいですよね。主よ我は慣れのものなり、主は我に命かけたり、主よ我も命をかけん、主は我に命をかけたり、主よ我は命に生きん、主は我に命捨てたり、そして主よ私はあなたを崇めますと歌います。先ほどの山田富江さんの弟さんの一番最後の、メールはキリエレイソン、我を憐れみたまえでしたよね。我を憐れみたまえっていうのは、憐れむ方が、憐れんでくださる方がおられることを知ってるから出てくる祈りです。富江さんはこの一言にね、まあ、亡くなったからですけど、とっても痛まれましたけれども、共にいてくださる主のもとへ行くよという言葉だったと思っています。キリエエレイソンだからです。主よ我を憐れみたまえというのは、イエス、主イエスの祈り、ジーザスプレイヤーとして、今月の初めに歌われました。私たちは本当にこの務めを託されてここにいる、まあ、賛美をね託されているんだって、だから、そん命をかけんって言いますけど、まあ主が命をかけてくださって、やっぱり私たちももうそれを知るということは命をかけているようなもんなんですよね。でもこの祈る、この昔から、本当に昔からピーター先生はジーザスプレイヤーっていうのは、聖書が出来上がった頃からその起源があって、そして5、6世紀にはもう文献に残るように歌われていたと。どっかのサーバフで隠遁している修道僧たちが歌い継いでいたと聞きましたけど、私はこれはもうその頃から、主がおられる時からずっと祈り継がれている、ね、祈りの言葉だと思っています。だからここでこんなに何百人いても、もうどんなにたくさんの天の人たちがね、これを祈り賛美しているかと実は思っています。我を憐れみたまえ、もう最終的には本当に我を憐れみたまえに尽きる賛美です。いきましょう。Jesus Christ, Son of God.
我を憐れみたまえ、なんかここにもうたくさんの祈りがありますが、もうなんかこう主に願う、もうすべてのなんか極みがあるような気がするんですね。聖書はここではね、罪をお許しくださいと、お許しくださいってなってるんでね、それを英語ではこの憐れみたまえで、やっぱりもう交換条件も何もないし、もう何もない、もう本当にただ、ね、憐れみたまえって、もう全てをこの委ねる祈りですよね。そしたら憐れんでくださる方が、もう神様の憐れみというのは愛ですよね。もう全てを受け入れ、ね、そして癒し、許し、もう何か、もうありとあらゆるものがありますよね。その憐れみたまえ、なんかこの憐れみたまえになんか神様の願いが全てあると思います。この主イエスの祈り、これをしながら癒しの祈り入りたいと思います。もう特にこの憐れみたまえ、賛美隊が歌ってくれますから、皆さんは、ね、これを癒してください、どうしてください、あの人を癒してください、いや戦争を、ね、やめさせてください、あ北朝鮮のミサイルをなんとかあなたの力でね、とどめてください、それぞれに祈ってください。では小さい声で賛美してください。いきます。キリストイエス様、憐れみの主よ、我を憐れみたまえ、我らを憐れみたまえ、キリエエレイソン、主よ、あなたの十字架はすでになっています。そこで癒しもなっています。それを信じるから、私たちは一つ一つの祈りを祈り願い求めます。憐れみたまえの一言で、あなたはその癒しをなしてくださる主です。憐れみたまえと祈ります。そして私を、私の家族を、友を、家を、職場を、この地を、地球を癒してくださいと祈ります。朝から体中に痛みを覚えている方に、そうと聞こえました。そして主がご自分の血を注いでくださる思いが来ました。
ここにあなたの癒しを、あなたの血潮を、この地球に行かれるところにあなたの血潮を注ぎたまえ。そして朝からお腹の具合が悪い人に、主の癒しが行きました。胃が痛い人に、肩がずれ、首が痛い人に、そして目に、目に、鼻に、喉に、そして腰に、膝に、足の指に、くるぶしに、そしてもう一度いいです、お前の胃の痛みはお前のものではない。悲しみの周りの人の、あるいはあなたの愛する人の痛みであり、血の痛みであると聞こえました。それは私が負うものである。だからその痛みを負わないでくださいね。胃は癒されます。そして今日はがんの癒しの話が本当に迫りました。がん持っている人、がんの手術をされた人、がんになるのではないかと不安な人、そのすべての人に主が癒しの御手を置き、癒しの血潮を注ぎ、そして癒されました。あなたが礼拝に呼ばれていること、あなたの賛美を主が喜ばれていることは癒しの印です。癌は癒された、癌の癒しを受けよ。ここに来れない人にもその癒しが言ったことを信じます。主よ、ありがとうございます。将来のことを不安で一歩踏み出せない人に、そして家族のことが心配で家族とやっていけない人に、主が来られました。経済の心配に主が来られた。主が必ずその道を開いてくださることを信じます。あなたがすべての痛みを、悲しみを、不安を、問題を、病を癒してくださったことを信じます。あなたの十字架を信じ感謝するからです。感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。もうなんかこう、がんの癒しは今日がもう本当にメインでしたけれども、がんが癒されるというのは消えてしまうこともあれば、共に賛美する存在としてあるということもありますよね。でも癒される、癒されないものはないと信じています。感謝感謝感謝の賛美をしながら献金をしたいと思います。
主よ、感謝感謝感謝の声に、賛美に、あなたの感謝がここにいっぱいに満ちました。感謝感謝感謝も、あなたの感謝がここにいっぱいに満ちますように、全地に満ちますようにという祈りです。この祈りの中、癒しがなり愛がなったことを信じます。主よ、ありがとうございます。心からの感謝をあなたにお捧げいたします。アーメン。本当に感謝感謝感謝は祈りだなと。だから感謝感謝感謝と病んでるところをイメージするとこう癒されるんですよね、はい、感謝して、もう101の祈りの精鋭を賛美します。天と地は一つ、ここにあなたの願いがなります。父なる神の愛が、御子キリストイエス様の愛が、御霊の愛がここに全地になりますように。アーメン。